これは柏木さんの邪魔するなーとか、わーキャーわーここいるものはすべて殺す。なんだってクソ銃で応戦ドーン。ああ、僕の拳銃が、ああ、先輩応戦してください。え？十字に照準合わせる。マジかよ。消えるやん。マジ。よい、照準合わせるか。はい。命中しました！十字機で照準合わせは決定ボタンを押ってください。はい。いいよ。はい。はい。はい！命中しました！何これ。こういうゲーム、十字機照準合わせて決定ボタンを押してください。昔のあの、任天堂の初期のあの、銃ゲームみたいやん。えい！命中しました！命中しました。えい！命中しました。めちゃめちゃ撃たれてるやん、こいつ。先輩、とりあえず助かりました。ありがとうございます。みんな無事です。こんなバンバン銃撃っていいんや。日本の国家権力は。みんな無事ですか？大丈夫よ。大丈夫だ、刑事さん。助かりましたよ。今のナイスな国家権力でしたよ。サコバさん。無事でよ。無事よ。サコバさん無事よ。刑事さん、みんなを救ってくれてありがとう。しかし、今のは一体、今のが、柏木たたりなのか。てて。ケン君、地面に血痕がある。だいぶ出血してる。たたりでも何でもない。これは人だ。お父さん、人って言っても一体誰なの？全くわからん。いや、もう佐伯でしょ、ここまで行ったら。さあ、サッコさん、何か知ってませんか？今のは一体誰ですか？あれは、行かれとんな。サッコさん。サッコバさん死んじゃダメ。あら、ケン君大丈夫だ。気を失っただけだ。いや、何も別に首吊ろうとしてるやつが、その前に致命傷を受けてないやろ。でもサッコさん、今、襲ってきたやつの正体を知ってそうでしたね。倒れてんのか。え、今度は何？ん？さっきいた場所の方から、ケイさん、ケン君、私とカナはサッコさんを見ているので正体を突き止めてください。だから弾身につけながら。で、僕たちが、まあ、そうですよね。わかりました。先輩行きましょう。お前ら刑事やろ。すいませんやろ。確かこっちの方が聞こえて、あ、黒いわら死体が、ないー。なーにー。一体どうなってんだ？調べろ。周り。誰がどこに隠れてるかわかんないね。気をつけて調べろ。結婚。確かに、ここに黒岩下があったはずなのに、ここにいた時は、演技で今さっき我々の襲ってたのが黒岩だったのか、死んだふりってこと？調べろ。周り。少なくともこの辺りは誰もいないようです。よく見ると、結婚は倉庫の中の扉に続いています。その扉から、海側へ移動しているようです。先輩、この結婚を立って行ってみましょう。行くか。いいんかな。じゃ行くか。先輩、倉庫の扉から海側へ行ってみましょう。お、誰か倒れてる。先輩、外に出ました。ああ、あそこに人が。あれは黒岩。また倒れてるの、こいつ。調べろ。倒れてる。あそこ倒れてるのはさっきの場所から消えた黒岩のように見えます。聞け。さっきから聞こえた声はここからだったようです。調べろ。倒れている人、やはり倒れているのは黒岩です。さっきの場所から自力でここまで移動してきたのでしょうか。どうしよう、移動どう調べましょう。調べ、やはり倒れているのは黒岩です。さっきの場所調べたから、ね、1個しかない1択やんか。呼べ黒岩。お前はもう逃げられない。勘弁しろ。今行くからそこ動くな。見る前に場所移動。行くんじゃねえのかよ。今から行くんじゃないの。調べろ、黒岩。瀕死の状態です。ここまで来るのに相当辛かったはず。出血もひどいです。さっき先輩が撃った銃弾の負傷でしょうか。傷を見てみましょう。調べろ、傷。あ、銃創が一つもありません。銃で撃たれてないな。さっきの銃撃で間違いなく襲撃者に弾に当たっていた。襲撃者に弾を当たっていた。ということは、さっき襲ってきたのは、これではなく別人ということじゃ。あれは一体、誰だったんだ。いや、もう、だって、佐伯でしょ。あの、大臣っていうか、国会議員じゃないでしょ。あんなやつが犯人だ。笑けんやけど。傷に銃創が必要ありません。これ、誰に切られてんの？だけど、その犯人やろ。だって、玉美さんやってないってことな。
っけ、何を。ぐらいしっかりしろ、ここで何があったんって言うんだ。うー、ハーマー。ハマー。ハマー違うよな。あいつ佐伯やもんな。いけ。しっかりしろ、ここで何があったんだ。うー、ハーマー。何やね、考えろ。犯人。くれないということは、他にここに誰、ここにも誰かが、あとは、まさか、たまにちゃん、いや、そんなことは絶対ない。だって知ってる、この場所を知ってんのは、黒岩か佐伯でしょ、と思うんだって。考えろ。福祉、黒岩、たまにちゃん黒に復讐を、それはね、いや、考えたくない。聞け、犯人のこと。おい、くれ、お前一体誰に襲われたの教えてくれ。助け。浜宮の娘が、向こうに、向こうに呼んで、おい、浜宮の娘って、ね、何のことだ。浜宮の娘、た、まさか飛んだ、浜宮ちゃん、おい、何の話だ、おい、黒岩。黒岩、本当のこと、言えって言ってんだよ。おい、ケン君やめろ、黒岩が死んでしまうって言う、死ないとあかんな。だって、西田さん、こいつ犯人が浜宮ちゃんって、いや、違うよ。犯人に浜宮ちゃんがなんかされてんじゃねえの、浜宮を助けてやれ、みたいな感じだよ。俺ら死ぬ前、嘘つくのか。夫のことを言うんだ。おい、やめろ、ケン君。もう死んでる。え、死んだ、早っ。死んだんや。あ、そう、こんなこと、こんなことって、僕は絶対死んでんの。タメちゃんがこんなことするはずない。てんてんてん。ケンさん、私は死んでない。だって、黒岩はっきりタマミにやられたって言ったわけじゃないでしょ。うん、そらせやな。言ってないな。確かにそうだな。どちらにせよ、タメちゃんを見つけ出し、何か起こっても、起こっていたのか聞くしかない。ケンさん、タマミちゃんを探しましょう。これは絶命する直前、崖の方を指差しが出た。出た。こういうやつの、このサスペンス典型の崖。崖で終わるやつ。うん、この先は行き止まりのようです。いや、絶対崖やん、もう。ケイさん、最新の注意払いながらそこへ行ってみましょう。ほら、ケイ君行くぞ。定番、サスペンスの定番、崖ですな。いさん、やっぱ、かなちゃんとサッコさん、鳥羽警察に連れて行ってもらえませんか。この先どんなことが起こるか予想もつきません。すまんな、ケン君。実はすでにカナに、サッコさんを連れて一緒に帰ろうと言ってはみたら、どうしても行くと。サッコさんも、今気を失っているが、もし目が覚めたら何としてでもここに戻ると言うだろう。確かにそうですね。まあ、ここまで来たら逆にみんなが一緒にいた方が安全かもしれませんね。まあ、サッコさんとも、カナまですまない。な、ケン君。だいぶ説得はしたんだが。やはり親にいるもんだな。足手まといになるかもしれんが、どうか多めに見てくれ。ええー、今はとにかくたまみちゃんの救出が最優先です。調べろ。あたり。夜もだんだん明けてきました。その夜中なんや。この辺一体探しましたが、たまみちゃんは見つかりませんでした。見せろ。探すことに集中しましょう。呼べ。たまみちゃーん、みんなで迎えに来たら今日で返事をして。どんなんやね。ダメだ、全く返事がありません。ここはいないようですね。場所移動すっか。奥へ進む。ここはタムちゃんいないようです。奥に進みましょう。たったった。調べろ。あたり。伊沢さんの言った通り、崖へ繋がる道はここだけのようです。あたり。もうそのままかよ。探す。この辺って探す。タムちゃんは見つかめません。呼べ、タムミ。おーい、タムミちゃんみんなで迎えに来たら一緒かよ。もう進むしかないかな。場所移動。ここにもたまみちゃんはいないようで、もう少し奥に進みましょう。あ、誰かいる。調べろ。あたり。あ、鍵誰か立ってます。聞け。たまみ？ねえ、たまみちゃんそこにいるのはたまみちゃんなの？てんてんてん。ダメだ、反応が全くありません。たまみちゃん。ねえ、そこにたまみちゃんでしょ。返事をしてくれない？てんてんてん。ダメだ、反応が全くありません。調べろ。人影。よくもたまみちゃんに読める。たまみなのこれ。マジでたまみ犯人やったらビビるわ。よくもたまみちゃんに読みます。聞け。ねえ、そこにたまみちゃんでしょ、返事をしてくれない？てんてんてん。ダメだ、反応は取られません。呼べ。あ、無理か。一緒に帰ろう。来ないで、みんな。たまみ、たまみだろ！聞け。たまみ。ねえ、そこにはたまみちゃんでしょ、返事をしてくれないの？ダメだ、反応は全くありません。行けばいいんじゃないか。近寄ろう。ねえ、そっち行ってもいい？ケン君、もう少し様子を見。マジかよ、まだ？呼べ。やっぱり、たまみちゃんなんでしょ、返事をしてくれない？来ないで、お願い。だから、聞け。ねえ、もう、ずっとこれ行くの？
ダメだ、反応が全くありません。調べろ。人影。よく見るハムジャミも知っとるわい、あたり。崖に誰か立ってば知っとるわい、それ。呼べ。タコさんもここにいるよ。危ないからこっちへ来てくれない？みんな帰ってお願いだから。タコン、聞くの無理か。一緒かよ。あったらね、ありません。調べろ。一言あたり？崖に誰か立ってば知っとるわい。タモミちゃんでしょ？呼べ。タコさんもここにいる。一緒やん。もう近づけんのかな、そろそろ。いいかな？許してくれかな？このままでは拉致上がらない。あ、行くんかよ。先輩、もう行きます。うわぁ、すげえやつれてる。ゾンビみたい。たびちゃん、たまみ、たまみなの？お願い、来ないで。お願いだから、たまちゃん、こっちへ。来ないでー。え？うわ、いる。こいつ、片目や。柏木？いや、いや、だけど、佐伯でしょ、たぶん。ザンバラの頭のさ、あいつやね。ほんで目切られてんだよ、多分。一緒や、お父さんと。多分お父さんなんや、あいつ。この感じで分かったの。柏木の息子が佐伯やったんちゃう？お前は、お前は誰だ？黒岩は死んだか？おい、お前、たまみ、おい、お前、たまみちゃん話せ。黒岩死んだかと聞いている。黒岩は、柏木のただに怯えながら生きたいだ。うん、そうか。私が、その柏木のたたりだ。ドドーン。名前聞いて。お前一体誰なんだ？うん、だから柏木のたたりだと言ってる。誰やねん。なんて、ふざけと言ってるのに、なお名乗れ。少しはその使えない頭を使ってみたらどうだ。廃工場の場所で教えてやったじゃん。やっぱそうや、ほら。いけ、名前。まあ、もう一緒に、一緒みたいな。廃工場の場所で教えてやったよ。めちゃめちゃ優しいよな。優しきな、こういうところな。いけ、たまみ。たまちゃん、その男は一体誰なの？教えてくれ。うるさい。いいから黙ってろ。呼べ、男。おい、お前、たまちゃんを話すんだ。そうはいかない。お前らこそ、早くここから消えろ。俺は忙しいんだ。たまみー！たまちゃん大丈夫だよ。僕らは絶対助けるから。もう何もできてないんけ。調べる、男。あいつ、どっかで見たような気がするんですが、思い出せません。バカなのか、お前は。たまみ、たまみちゃん、その男は一体誰なの？うるさい。いいから黙ってろ。あたり。二人の後ろは絶壁です。一歩間違い二人とも落ちるんや。空。だんだん明るくなってきました。もうしばらくすると夜明けと、あ、明けてわかるんかな。聞け。名前。お前、柏木隊員なんて二人で、もうわかるやん。佐伯やん、絶対。だから、こういう、たまみに切られたんかな、片目。もしかしたら。呼べ。男。マジかよ。だから考えるとかないのかよ。調べろ。男。あいつどっかみたいな気がするんですが、思い出せん。バカなのかよ。スマホ使え。連絡。いや、無理かよ。呼べ、男。タメちゃん話すんだ。そうはいかない。お前らこそ早くここが消えろ。俺は忙しいんだ。一緒かよ。タマビー！助けらんねえじゃねえかよ、お前。場所移動いけんのかな？あ、近づけんや。もう諦め、間もなく三重県警も到着するだ。まさにお前は崖っぷちの状態だ。たまみちゃん解放し投稿するんだ。これ以上罪を重ねるんだ。立場がどんどん悪くなるだけだぞ。うん。笑わせりゃ知ってる通り、すでに誘拐と人殺しをしてんだぞ。死刑が良くても無期懲役だ。申し訳ないけど、そんなのはどちらもごめんだね。それでも償うのよ、新田くん。新田くん？誰？新田くん？新田くん。ケンくん。サッコさんの意識は戻ったぞ。サッコさん、新田くんって一体誰ですか？まさかそんな。お前、佐伯。レビジューの米見もこし、佐伯新田。新田って言ってたかもしれんな。覚えてないけど。お前が一体なぜ？メガネをかけていないということもあるが、髪の毛もボサボサ、いや、ボサボサで、まるで別人、いや、右目の大きな傷まで、まるで死んだ柏木じゃないか。てて。うん、やっと気がついたようだな。だが今の私は佐伯新田ではない。柏木のたたりだ。トゥン。新田くん、そんなことは、こんなことはもうやめて、お父さんを悲しませないで。お父さん？
やっぱそうや、息子やったら。よくもまだそんなことを。お前たちの葬月が私の家族を全てを縛った。やっぱ恨んでいいんやな。だから今度は私がお前たちの全てを奪う。私は貧しくてもつましく明るい暮らしをしていたあの頃が一番幸せだった。悔しくて泣いたことがあったが、それでも温かい毎日だった。ところがある日突然全ての夢、全てが夢のように消えてしまった。浜宮真珠には破門され、柏木の家はバラバラになってしまったんで、理由なんて全くわからなかった。弁明すら許されなかった。真実などなかった。絶望だけは目の前にあった。この世の地獄はその日から始まった。未来を失った柏木元明は全ての罪を背負って姿を消した。病気で母親と小さな子を置き去りにして、その子供は子供であることを許されず、差別と暴力の苦しみがついて、いじめられたんこいつも。そうなの？どういうこと？極端やな、それ。そんなにもどん底生活になるか、お前。親父が出て行っただけで、お母さんが病気がちで。貧乏やってなったってことかな。やがて母親、失意のまま力尽き、命の火が一つ消えた。その時私は悟った。浜宮真珠こそが全ての災いの源だったんだと。浜宮真珠がなければ、この不幸は何一つ起きていなかったのと。浜宮で恨みは、その胸を晴らすために私は、浜宮真珠への復讐を決意した。だから、レビー銃に入ったってことかな。偽りの美しさで関わる者を恋する、黒真珠を作る者たちを始末せばならないと。蒼月が引き起こした全ての罪と歪みを決着をつけ、災いのループを私が断ち切ると。まず蒼月を浜美が奪い取るため、貧しさと戦いながら必死に生きて弁護士になった。やっぱ、恨みだけで生きてたんか、じゃあ。そして勢いあるレビジューに顧問弁護士で潜り込んだ。大財閥の親父に認められてもらうため、金儲けに必死だった黒岩を操るのは簡単だった。レビジューを使って、蒼月を奪うと、すぐに浜宮真珠は没落した。私たちを地獄に落とした勝清は、とうに地獄に落ちていたが、浜宮の跡取りは、心を病み、自ら命を絶ち、残された者どもは、柏木の家のようにバラバラになった。あとは、蒼月の歴史と、そして未来を葬れば復讐は全て終わるはずだった。ところがその陰で命の火がまた一つ消えてしまう。その火を消したのは黒岩と田村だった。だから彼にその報いを与えた。ああ、そうか。親父を殺した黒岩と田村な。理由や原因など関係ない。また葬儀に取り憑かれた者たちが今度は父を、柏木元明を殺したんだ。誤算だったのは浜月、レイジのアホだ。私とレイジは子供の頃に父親を通して名刺があった。あっちゃんのお父さんとか言ってたな、そうやったら。あっくんのお父さんなんか言うてたな、そいつか新たやしか。あいつはレビジューで私を見つけると私の目的を察し、正体を黒岩たちにバラすと、口止め料を要求してきた。マンションに喋ったん、こいつ喋ったやな。金で黙らせたが、こともあろうにまた金を要求してきた。もらった金でおとなしくしていれば死なずに済んだのに。さて、そろそろおしゃべりはおしまいにしよう。あとはこの娘とそこのババアを消せば全てが終わる。ここにいる皆で蒼月とそれを生み出してきた一族が消え去る瞬間を見届けよう。やめろ、佐伯！やめろ、やめるんだ！あなたくん、聞いて。おい、ババア、近いんじゃない。娘がどうなってもいいのか。さっきも言っただろ、私はもう終わりなんだよ。殺した人数が一人二人増えたってどうってことはないんだ。サッコさん、危ない。やめるんだ、佐伯。あなたくん聞いて。お願い。でも、柏木の本心を言うんじゃねえのか、おい、近いんだ。言ってんだろ。あなたくん、最後に少しだけ聞いてほしい。私の話を。私は蒼月を主人を失いました。それでも私は前向きに生きようと、自分の力で蒼月に変わる黒真珠、つくよみを作り上げようと決めたんです。だって私には真珠が、たまみがいるから。それから私は真珠作りを昔から続ける人や場所を訪ねて回り、たくさんのことを学ばせていただきました。真珠に関わる知識ならどんなことでも学びたい。私は
先人の地位を求めて日本中を駆け回りました。そんな時に偶然再会したのが柏木さんだったんです。柏木さんは東京で日雇いとして働いていました。当然私は新しい草月の開発に力を貸してほしいと柏木さんにお願いしました。しかし柏木さんはその時も浜宮真珠で受けた絶望から逃れられずにいました。だから最初はどんな協力をお願いしても柏木さんは関わりたくない、帰ってくれの一点張りだったんです。それでも何度も何度もお願いして、だから東京行ったよね、札幌はな。いえ、その前に父のひどい仕打ちを何度も応援して、これからのことを必死で説明したんです。そして新しい葬儀を作ろうとする熱意をやっと柏木さんに理解してもらえて協力いただけるようになったんです。それからの柏木さんは本当に何かに突き起こされたように新しい草月への研究を熱心に続けてくれました。そして今までにない工夫を重ね、つくよみは完成まであと一歩のところまで来ました。あの試作品がそういうことかな。柏木がコインロッカーに入れた。しかしある日柏木さんはこの研究から身を引くと言い出しました。もうこれ以上関われない、関わりたくないと。多分それはこいつがいたからか、佐伯がレビジュいたから、レビジュを潰したくないっていうのもあったじゃん、息子のためにっていう。それから私はどんなに頼んでも決して聞き入れてくれませんでした。私が何か失礼なことをしたのかと聞いても、そうではない、もう協力はできないと言って避けるばかりで、そうしているうちに皆さんがご存知の通り柏木さんは帰れない人になってしまいました。今思えば柏木さんは黒岩や田村の接触でレビジューに新田くんがいることを知ったのでしょう。あ、目つぶった。柏木さんはあの時すごく葛藤していたんだと思います。私に協力を続け、つくよみが完成すれば評判を落としつつある葬儀を持つレビジュにとって壊滅的なダメージを与えるかもしれない。黒岩や田村は関係なく、今新田くんがいるレビジュに、つくよみは私にはもちろん柏木さんにとっても新たな希望であったと思います。そうでなければ あんなに真剣に、そして生き生きとつくよみの研究に協力しなかったはずだわ。つくよみは完成させたい。でも黒真珠でまた家族が辛い思いをさせるかもしれない。きっとそんな葛藤を抱え悩んでいたんだと思うわ。また柏木さんが研究を続けてくれていたと、いた時彼は私にこんなことを言っていたわ。こんな俺を使ってくれてありがとう。新しい葬儀が完成したらきちんと家族に報告したいと。家族に報告すると柏木はまだ家族と連絡を、いいえ、奥さんは病気で亡くなり、息子さんは鳥羽あたりにいるらしい。詳しいことは知らないと。自分の妻のお墓の場所はおろか、息子の居場所を知らないなんて情けないと寂しそうに笑っていました。若い頃、柏木さんは私とのことでひどい疑いをかけられて破門され、すべてを失ってしまいました。私と柏木さんの間には本当に何もなかったんです。やっぱりそうやな。昼夜を問わず、ただ葬儀の感染に打ち込んでいただけなのに、それが柏木さんの波紋につながり、ご家族ほどバラバラなんて考えもしなかった。じゃあ、勝清が悪いんや。勝清が勘違いして暴れたからおかしいなことになったんや。じゃあ、お前、昨今のジジイが一番の原因や。そこでお前勘違いせんかったよかったんじゃないの。理由はどうであれ、いい大人の男女が同じ屋根の下を二人きりたびたび夜を明かすなんて配慮は足りなかったわ。新田くん、本当にごめんなさい。それもあって私が柏木さんと連絡を取り合っていることは玉美にはもちろん誰も言えませんでした。柏木さんに断られた後、私は一人で何とかしようとしましたが、何もできずにいるだけでした。すると数日前にケイさんたちがやってきて、柏木が亡くなったことを聞かされ、もう何が何だか本当にごめんなさい。ううサコさん、しっかり。サコさん、もういいんです。それよりも今は新田くん、私が憎ければ私を殺して、玉美は関係ないわ。お願い、どうか玉美だけお願いします。サコさん、少し休みましょう。母、私のことでいいんです。ケイさん、それよりもどうか玉美を。サッコバさん、しっかりして。ケイさん、ケイさん、サッコバさんが。サッコさん、まずい、意識が混濁してきている。お母さん！あなたくん、柏木さんはここからあなたに会いたがっていた。心からあなたに会いたがっていた。ここに柏木さんがいつか新田くんに、ここに柏木さんがいつか新田くんにと私に託して手紙があるんだ。手紙あんねや。すげえな。いろいろお膳立てできとるかな。なんでも持ってきた、その手紙を今日。こいついるとも分かってないのに。せめてお父さんがあなたが残した手紙だけど、なんで持ってきたん、このタイミングでこの人。おかしいやろ、昨今。気が動的。どうしよう。娘が誘拐された。
あ、でもこれ、あの、新田くんの手紙やし持っていかなあかんってなるか普通。ならんやろ、それ。おかしいやろ。なんでもって、肌身肌さず持ってたんかな。それもおかしいやろ。スズメ完成したら、あなたを探して渡してほしいと。よこせ。さ、佐伯。お前、まだ。見せろ。あ、お前、封筒は、お前が封筒を開けるんだ。え、わかりました。たまみ！お母さん、大丈夫？お父さん。お父さん、今更なんで、もう遅いんだよ。ああ。アルタくん、私本当にごめんなさい。わあ、最後この手紙を読んで終わるのかな。え、逮捕一択？一択ですか？これもうここまで来ると。で、押しますか。佐伯アルタを誘拐及び黒岩、他殺害容疑で逮捕します。先輩、あとは三重県警と監視に任せて帰りましょう。すげえな、さっと帰んよ。お父さん！お父さん！わー！わー！熱狂しとる。事件解決した。キャスト。え？終わった。解明実験。浜宮たばび。なんじゃこれ。石沢かな。浜宮さき子。全部出んのかな。出た。石沢光一。レトローなゲームってこんなやったかもしれんな。来た。佐伯新太。あれこいつ、黒岩健吾。あの、代議士どないやったやろ、政治家。田村信之。後ろあの、ミノルさん出えへんのかな。後ろミノルさん出えへんのかな。浜月玲治。ミノルさん出してあげてよ。あとあの、アッコさんね。スナックの、真田義郎。蛇川武文。武文や、下の名前。知らんかったわ。出た。北村恵里。似てるけど何も関係なかったよな。アッコさん出して後ろの。浜西梅。死んだな。さらっと流されたけど。浜西松。浜西竹な。んで、後ろに三重春出してやるやろ、三重春。笑ってる。村浜竹。おかみせん、滝山のおかみ。最初いたな、そんな人な。そういや、忘れとったわ、すっかりと。刑事先輩、あなた。そうですな。特別出演。ね、誰が出てたん？え、その、すごい出たっけ？国本武明。え、この人そうな。え、このロッカーの人？これ誰？尾関直樹。え、そうな。尾崎直樹。名前あったやん、三重春。じゃあ、こいつ誰？他人。他人って、赤の他人の他人？桃沢聖奈、え、出てたこんなん。いたっけこんなやつ。桃沢聖奈出たんや。先輩、なんとかたまみちゃんを無事救出できましたね。なんでアッコさんとか出してあげへんかったんだよ、お前。おかしいやろ、お前。アッコさんとミノルさんなんで出してあげへんかったんだよ、ほんとに。先輩、なんとかたまみちゃんを無事救出できましたね。たまみちゃんはどこも傷つけられてはいなかったようですが、念のため、サッコさんと一緒に病院に搬送されます。かなちゃんも西沢さんも付き添って、付き添ってくれるそうです。ああ、もう夜が明けちゃいましたね。それにしても綺麗ですね、朝焼け。こんなに悲惨な事件が起こった後だというのになんだか気が抜けちゃうな。サッコさん、たまみちゃんを助けることができたらいいかもしれないですけど。できたからいいのかもしれないですけど。なんか、こう、悲しいです、先輩。最近は絶望の淵に立たされた時、寄り添ってくれる人が誰もいなかったんだなって。もし同じ痛みが分かち合える人が一人でもそばにいてくれたら、どんなに辛くても家族一つになって支え合えば、あっていたら、
いや、そんなのはきっと事情をよく知らない奴の言う綺麗事なんでしょうね。それほどいじめ事件の解決ちゃんと調べてないや。黒岩やったんかな。僕の親父も柏木みたいに僕のことを大切に思ってくれるのかな。触れてるのかな。スタッフ、これで終わり？終わった。キャラクターでね、荒井清和。この辺、オホーツクに旧の人ですよね。企画ディレクション原案、関淳二。メインプログラム、黒柳隆久。プログラム、ナケスト。シナリオ、帯安幸。終わり？これで。スクリプト、関淳二。ナスケスト、黒柳隆久。誰読むのめんどくさいな。いや、終わったなぁ。なんかちょっとしっくりこんとこもあったけど。柏木の、まあ、手紙の内容はなんか、息子に対してなんか書いとったけど、まあ、その内容まで別にいちいち説明する必要はねえだろうなっていうことなんやろな。おそらくな。で、いじめてたやつと、西沢が追ってた、いじめの犯人とか、なんていうの、原因は結局やっぱり黒岩やったっていうことなの。まあ、ご想像にお任せしますみたいな。儚い玉のように歌星森さら歌ってた作詞あったのこれマジかよ。ミステリー案内テーマの運命ヒロイン歌ってないの岩岡玲子、まあ、歌ってないの、歌ってないや、ね、あーこの人もいたな、島弁監修歌舞伎ファイナルやって。まあ、なんか、まあ、ある意味もう、やっぱレトロゲームなりの力技みたいなとこもあったけど、まあ、こういうもんやな。有限会社トライアーツもあんにゃ。やっぱあんにゃな。ある会社やなんや。ミステリアンナ偽りの黒真珠、はい、事件解決から半年後、あまだあんにゃ、こぼれ話、その事件後の話あんにゃ、その後のやつね、ピロロピロロ、うん、はい、朝6時を回ったばかりというのにスマホは突然大音量になりやめた。かなちゃんから来てんじゃないの、お前できてて、やばいっす、先輩。僕見ちゃったんです。あ、先輩、おはようございます。それより聞いてください、先輩。僕見ちゃったんです。え、また一人で見たのか？違います。あ、とりあえずテレビつけてください。無事テレビ。ピ。おはようございます。朝のニュース、お伝えします。まずは朝のトップニュース。大手真珠メーカー、ついに破産手続き。え、レビジ終わりなんや。多くの企業参加に黒真珠の葬月が世界的なデビュー葬月が世界的なデビュー者が民事再生法の負債総額は同社は連続負債総額は転じ同社は連続殺人事件の半年が経った今もその影響はデビューもいよいよ倒産ですかね。で先輩ここはこれはこれとして今度はスマホでウェブのギャフンニュース見てください。電話中の操作分かりますよね。早く使いこなしてくださいよ。やっと携帯スマホにしたんですから。それからそのニュース記事にかなちゃんが出てるんですよ、かなちゃんが。なんでもその時の料理や名物を紹介する話題のウェブマガジンの副編集長になったみたいです。すげえな。しかも今度スタートする新しい情報コーナープロジェクトリーダーを務めるってすごいだから、かなちゃん21歳でもそんなとこ行くの？すごいな、お前。副編集長ってお前やばいやろ。あ、いや、感心してる場合じゃなかった先輩、ここからが本題なんです。その記事読んですごいなと思ったから、なんと思ってたら、なんとそのかなちゃんからさっき電話がかかってきたんです。え、落ち着けって僕がいつだって落ち着けますよ、はぁ、あ、はぁ、あ。それで今度スタートするその新しいコーナーの特集第1弾のモデルに、僕は先輩を使いたいって、どういうこと？あれ？なんだか反応薄いですね。あ、わかった。驚きすぎて言葉を失ってんですよ、先輩。いや、誰もそうなると思います。はは。それで、その相談で、先輩と僕に東京湾の臨海公園前まで来てほしいって。もちろん行きますよね、先輩。とにかく僕は先行ってます。詳細はスマホに送っておいたので、時間までに来てくださいね。では、また後ほど。
続いてのニュースです。で、これマックですって、住宅収賄の住宅収賄の疑惑で、元市会議員の真田義郎、あ、やられたな、議員さん。評価理事長をはじめ、すべての役員を辞任すると、ジャーナリストの西澤氏によると、あ、真田もアウトなんだよな。はぁ、待ちくれたびれましたよ、先輩。でもよかった、来てくれたんですね。え、僕は早すぎだけですって。あれ、本当だ、先輩。時間通りでしたね。あははは。は、それにしても、かなちゃんまだ大学生なのに副編集長なんて任されてすごいな。え、あれは?たまみちゃんじゃないか。どうしてここに?ケイさん、ケイさん、お久しぶりです。元気にしてましたか?わぁ、久々に会えて嬉しい。私、かなに会うためにここに来たんです。そうなんだ、奇遇だね。だから東京住んでるって言うじゃん、この子も確か。そうじゃなかったっけ?あ、もしかして、でもジュエリーデザイナー目指していいでしょ?ケンさんたちもかなり呼ばれて、そうなんだよ。で、たまみちゃん、サッコさんとつくよみあれからどう？それがその、なんかトラブル？すべてが順調です。いやでも、つくよみも完成しそうですし、牧本慎さんとの契約も目前です。なんだ、脅かさないでよ。あ、かなちゃんだ、おーい。みんなお待たせ。かなちゃん、久しぶり。早速だけ今日集まってもらったのは、ウェブマガジンの情報コーナーお手伝いの話でしょ。なんで知ってんだよって、私がその話もうしたんだっけ。最近忙しくて何が何だか。まあそれは置いといて、私が担当するコーナーの第一弾は、縁結びで有名な出雲大城です。わあ、最高じゃない。楽しそう。寝台列車の旅よ。いいでしょ。縁たくさん結んじゃいましょう。もちろん、旅費は会社持ちよ。やった。一緒に行く人。はーい、はいはいはい。でもケイさん、ケイさんって、警察の人でしょ。モデルとかってできるのかな。まあまあ、いいじゃない、細かいことは。あ、出た。それさ、西澤さんを思い出すからやめてくれない。あ、それってどういう意味。私の父が何か問題もございまして。すげえ怒ってる。あはは、ケンさん、カナはあれからファザコンなのよ。パパパパってね。あはは、カナちゃん、ファザコンなんだ。何それ、うまくいってないよ、この半年も経ってるのに。ふふふふ、あはははは。あ、楽しかったな。結局観覧車乗って水族館行ってなんだかんだで夕方になっちゃったね。ね、熱海のあの時の佐伯への手紙って何が書いてあったの知ってる？え、ここでやるの？うん、本当に何も知らないの。あんな状況で私を解放し逮捕されるぐらいの内容だったんだよね。いや、きっとなんてことはない内容だったんじゃないかな。うまく説明できないけど、シンプルに佐伯への償いと感謝が書かれていたんじゃないのか、ないかな。僕らが漠然と想像しているのはものすごい感動的なものではなく、何しても父親の愛情が復讐に枯れた佐伯へ届いたのね。まあ綺麗な夕日、どこも海も夕日が綺麗なのは一緒ね。この海も島へと繋がっているんだよね。私たちはまだまだ父と母という大きな海で育てる真珠なんだね。うまいこと言ってんじゃねえよ、たまみちゃん。その海で一枚一枚そう奏で美しい玉へとなっていくんだよ。まあ私と玉美はもう美しいけど、もう叶ったら、あはははは、先輩、僕も先輩という海で育っていつか立派な刑事に絶対になりますから。出て出て。ねえねえ、玉美、出雲に行かずしてすでに禁断の縁が結ばれているみたいね。え？どういうこと？禁断の愛だ、先輩と剣ってこと？え、あ、いや、そういうんじゃなくて、僕は純粋先輩みたいな刑事に憧れてですね。あ、かな、やっぱりそうみたいね。ふふ。もう、たまみちゃんまで。あははははは。終わり。くそ。そんな終わりかよ。お前、ファミコンやな、この辺まで。なんかね。終わったわ。まあ、というわけで。伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠。これにて終了でございます。まあ、そんなやり込み要素もないと思いますね。まあ、これで、はい。いかがだったでしょうか。まあ、いいも悪いもレトロゲーム風でしたね。うん、まあ、だけど、ちょっと楽しめたんで、よかったかなと思います。というわけで、バテボソ協会でございました。ご視聴ありがとうございました。